お届けしましたのは藤谷美和子と大内義明で愛が生まれた日でした。月曜日は宇野常宏がお届けしております J-WAVE 深夜のたまり場 THE HANGOUT。 ここで一旦お知らせです。 J-WAVE THE HANGOUT A place where creators hang out。毎週日曜日夜7時からブリヂストンのライブトゥザフューチャーです。ピストン西澤さんと私アシスタント松島恒がお送りします。今週の放送はピストン西澤さんの DJ ミックスを番組全編1時間フルにお送りします。これからの季節にぴったりの DJ 間違いなしですので、皆様録音の準備を。私は踊ってます。 J-WAVE 公演アメリカアカデミー賞公認アジア最大級の国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、新会場も増え東京横浜の全6会場にて6月4日から開催。エディ・レッドメインほか人気イギリス人俳優が44人出演している作品など、ここでしか見られない作品ばかり。一部を除き上映は無料。詳細はウェブにてショートショートを検索。アンテナ Traveling Without Moving。 次回のテーマはイビサ。世界からパーティーピープルが集まる島として知られるイビサ、実際どんなところなのかお話しします。キュレーションマガジンアンテナにも番組の情報がアップされています。アンテナ Traveling Without Moving、 日曜夜8時 J-WAVE 81.3 FM。 Share the missionJ-WAVE THE HANGOUT。 ここからは各曜日のナビゲーターが毎週共通のテーマを語るシェアドアミッションのコーナー。今週のテーマは This week's theme、 泣ける〇〇。いや、なんか毎回ね、なんかテーマに僕ダメ出ししてる気がするんですけど、このテーマね、普通に困りましたね。あんま泣かないんですよ。あの小説とか映画とかは仕事からよくね触れるんですけど、すっごい感動しても涙流すこと少ないんですよね。これもほとんどね体質とかの問題に近いんじゃないかなって気はしますけどね。そもそもね、僕ね、泣ける〇〇って考え方大嫌いですね。で、なんで泣けるのかを考えるのがそもそも人間の知性ですよ。泣けるって別に何も言ってなくないですか。心が動いた。で、どういう風に動いたのかが大事じゃないですか。じゃなかったら別になんかこうお薬とかね栄養ドリンクでいいんですよ。文化がある必要なんてないですからね。泣ける〇〇で全部済んじゃうんだったらね、泣ける絵、泣ける映画、泣ける小説、泣ける音楽で済むんだったらね。まあその上でね、まあ仕方ないから考えますけどね。まあ泣けるとか心を動かす震えるっていうのは結局ね、なんか個人的な感動というか個人的な体験に根ざしたものが多いと思うんですよね。なんかこう実際にね、こう多くの人っていうのは個人的な事件で最もよく涙を流すんですよ。こう家族が死ぬとかね、親しい人が引っ越すとか振られるとか、これって何かあのなんか憧れとかね、恐れとかね、なんか知的な刺激だったりとか、知的な刺激ってちょっと広すぎるけど、そういったものとはちょっと違う感情だと思うんですよね。泣くっていうのはね、何かこう心の中の壁が決壊してわーってなるっていうね、こういうものっていうのは何かこう個人的な体験に根ざしたものが多いと思うんですよ。だからこう感動ってものに焦点を当てるときに、なんか人間は個人的な物語、その場の文脈で泣くことの方が僕多いと思うんですよね。で、何に対して泣く、個人的な文脈で泣くことの方が多いかっていうと、それは普遍的なね、原理的な刺激ですよ。あの美しいものを見たなら、人類ならヒューマンビーングだったら、前提の知識がなくても誰でも感動するものがあるっていう考え方と、そうじゃないんだと、人間の心を動かすのは個人的な体験でしかないという考え方が世の中に2つあるんですね。前者は原理主義ですね。どんな人にも価値があるものがある、どんな人にも感動させるものがあるっていう考え方ですね。で、後者は文脈主義ですね。人間っていうのはもうそれぞれなんだから、あの個人の置かれた状況の中で相対的に何かこう価値が生まれて、そして感動するなっていう、まあ、そういう考え方ですね。で、なんかこう前者のね原理主義的な表現っていうのは、こう目の前である美しさとか悲しさとかにこう背景の歴史とか事情とか知らなくてもこう感動するんですよ。とにかくでかい音でびっくりしたとか、